北上、北上は、大日本帝国海軍の軽巡洋艦。熊型の三番艦。その艦名は、岩手県、宮城県を流れる北上川より名付けられた。93式酸素魚雷の登場をきっかけに、同系艦の多いとともに、日米両海軍の艦隊決戦に備えて、一旦従来総艦に改装されたが、太平洋戦争開戦後は、航空守兵の流れから、 艦隊決戦は起こらなかったため、従来層の発射艦を一部撤去して、高速輸送艦へ改装された。改装後は、輸送任務に従事した。1945年には、特攻兵器、回転の搭載母艦に改装されたものの、出撃することはなかった。1921年4月15日、佐世保海軍交渉にて竣工した。1922年12月1日、 第2水雷戦隊機関となる。1924年12月1日、第2水雷戦隊機関を、軽巡洋艦イスズに交代する。1930年10月20日、大演習中に、軽巡洋艦アブクマと衝突事故を起こす。1936年12月1日、第3水雷戦隊機関となる。1937年12月1日、 第3水雷戦隊解散。1941年、昭和16年1月19日、土佐沖で第3水雷戦隊と演習中の北上は、吹雪型駆逐艦夕切り、第20駆逐隊と衝突、2隻とも、損傷程度は軽微だった。8月25日、佐世保海軍交渉にて従来総艦への改装工事を受けた。一部のセンチメートルを下ろし、 それまでの 53cm 魚雷発射艦に変えて、61cm 魚雷発射艦を左右各弦4連装動き20門、両弦合計40門搭載した。これは従来総艦による特別野戦部隊を作るという海軍の計画によるものであった。9月30日に改装工事が完了し、従来総艦2隻北上大岩第一艦隊機化の 第9戦隊に配属された。1941年、昭和16年12月8日の真珠湾攻撃では、広島湾柱島白地から小笠原諸島まで連合艦隊の戦艦の護衛を行った。1942年、昭和17年1月14日、長野おさ軍令部総長は、大会指第40号により、連合艦隊及び佐世保陳府、 陳海警備部司令長官、馬法警備部司令長官に対し、第2師団の文字高尾公、台湾艦の直接護衛を指示する。1月下旬から2月上旬にかけて、第9戦隊、北上、大岩、第27駆逐隊、白露、しぐれ、第32駆逐隊、カルカヤ、不要、朝顔と共に、九州から台湾に向かう、陸軍輸送船団を護衛した。 5月までは、主として、日本近海で訓練を行った。5月29日以降のミッドウェイ作戦における、第9戦隊は、第1艦隊、司令長官、高須志郎中将と共に行動する。無事に、横須賀鎮守府に6月17日に帰島した。1942年、昭和17年8月から9月にかけて、熊型2隻、大井、北上は、 高速輸送艦へ改装された。10機40門の4連装魚雷発射艦は6機24門に減らされた。大発動艇4艘、3連装96式2 5ト、mm、ル、広角機準2機、爆雷投下機場を装備した。9月12日、舞鶴鎮守府第4特別陸戦隊を収容して、横須賀を出撃、17日にカロリン諸島トラック諸島到着。 19日揚陸。10月3日、北上は陸戦隊部隊と千代田基地院を上艦させ、トラック白地を出港し、6日、ソロモン諸島ショートランド島しぎ、輸送任務を終えて9日にトラック白地へ戻った。11月、北上はマニラからニューブリテントラバウルへ部隊を輸送した後、年末までに佐世保駅通した。この頃、 さらに4連装魚雷発射艦を4機下ろして4機16門とし、大発を増設したとされる。1943年、昭和18年に1月から、ニューギニアの戦いにおける、日本軍の増援作戦に関わった。1月には、陸軍、第20師団を富山からパラオ経由で、ニューギニアとウェワクへ輸送した。2月には、第41師団を神騰からパラオ経由でウェワクへ、 輸送した。3月15日、第9戦隊は解体。4月から5月にかけて、スラバヤからニューギニア島への輸送船3隻の護衛を行った。7月1日をもって、熊型2隻、北上、大井は南西方面艦隊機下の第16戦隊に編入れる。その後、スラバヤを拠点として警備を行った。6月23日、 北上はマカッサルにてアメリカ第5空軍の B-24 爆撃機による攻撃を受けたが損傷はなかった8月にシンガポールの海軍基地で補修を受けた9月初めにシンガポールからニコバル諸島への輸送艦1隻の護衛を行った10月終わりにはアンダマン諸島ポートブレアへの輸送艦2隻の護衛を行った1944年 昭和19年1月、北上王とヌはポートブレアへの陸兵輸送を行った。2隻は1月23日にシンガポールを出港し、1月25日にポートブレアに到着。陸兵を下ろし、同日シンガポールへの帰途に着いたが、27日1時25分に、マラッカ海峡の入り口、北緯4度54分、統計98度28分で、イギリス潜水艦。 テンプラーから発射された魚雷が2本、北上に命中した。魚雷は全部と後部に命中し、北上は航行不能となった。戦死者は12名、負傷者は4名であった。北上は絹に栄光されて2月1日にシンガポールに到着し、6月までシンガポールで修理が行われた。本格的修理のため、北上は7月2日に給油艦。 朝日、東丸を護衛して、日本本土へ向け出発。途中で浸水が発生したためマニラで修理を行い、その後は、日70戦団、タンカー8隻、護衛は、空母、新高などに合流して北上し、8月14日に、佐世保に到着した。1944年、昭和19年8月14日から、北上は、佐世保にて、 回転搭載母艦への改装を受けた。後部にスロープを設置し、中央部上甲板上から、スロープ部分まで、回転の搭載、移動のための機場を、片原一条積もうけ、回転発揮を搭載できるようにした。搭載された回転は機場により順次後部へ移動し、スロープから海中に発進することが可能である。後甲板には回転を要求するための20トンクレーン。 空墓地と背から移設が設置された。これらの搭載のために、後部のタービンは取り外され、そのため、最大速は36ノットから23ノットに低下した。兵装はすべて取り替えられ、12.7センチメートル、連装広角砲2機、25立方ミリメートル、連装機銃12機、25ミリメートル、単装機銃31丁が装備された。また、 22号水上電炭が設置された。完備の回転搭載機場の間には、爆雷投下機場が2条設置された。回収は1945年、昭和20年1月20日に完了した。主任務は、回転の予想と襲撃訓練支援、目標感を務める、であったが、本土決戦時には、実際に攻撃を行うことも想定され、襲撃任務を目的とした。 水上艦部隊である海上挺進部隊に編入された。北上は同船隊を含め海天を搭載した艦艇の中では排水量、搭載数ともに最大の艦であった。1945年昭和20年3月19日、アメリカ海軍の第58任務部隊の空母7隻がクレコを攻撃した第1回クレ軍港空襲。 240機以上の艦載機が停泊中の日本の艦船を空襲したが、北上は損傷を受けなかった。7月 25mm 単装機銃27丁が追加装備された。7月24日、第38任務部隊の空母6隻、艦載機200機がクレコを空襲した第2回クレ軍港空襲。これにより北上は大破。 航行不能となり32人の乗組員が戦没した。戦後、北上は指揮会が損壊したままで航行不能状態であったものの、主観と補機類、発電機その他の一部は使用可能であった。このため、北上は福音輸送支援の提携工作艦として使用されることとなり、1945年末に鹿児島へ,へ移行され、約半年間従事した。 北上は、同年11月30日に除籍された。1946年、昭和21年2月10日、北上は、佐世保地方福院局所管の特別輸送管に指定された。4月21日、高松の宮信人親王、昭和天皇弟宮が工作管として使用中の北上を視察している。同年9月21日、 特別輸送艦の指定を説かれた。同年7月に長崎へ開港され、同年10月より英語版では1946年8月10日から1947年3月31日まで三菱重工業長崎造船所で解体された。北上の艦隊のうち20艇の一部がポンツーンとして流用されたという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。